気にしても聞こえるか。そう、昨日はお昼公演後にりなさんとご飯に行きました。そう、バイクの音がすごくてそう、なんかずっと行きましょうって言ってたんですけど、なかなか夜公演でも一緒だけど、夜公演の後はさすがに夜遅いからみたいななって、そうで昼27日2回公演あって、それでどっちか昼だったら行けたらいいねみたいな寝てたら、昼一緒で夜が出れなかったんですよ。だからその日行こうみたいな話になって、そう、小籠包となんか担々麺のなんか中華の新しくできたところに行きました。昨日は絆とエミリーのうちはもそう、なんか行けないって言ってたので、え、これ決まっちゃうと思ってめっちゃびっくりした。ありがとうございます。最近絆ホーティットメールの返信が2回慣れつつある、見てます、ありがとうございます。久しぶりにメール返信してしまって嬉しかったです、ありがとうございます。そう、見送りが一番緊張する。オンラインでもん、オンラインも緊張するけど一番お見送りがね緊張する。なんかさ、窓開けなくなったらさ、暑くなった。6月2日当選、おめでとうございます、すごい会えるね、ありがとうございます。なんちゃうさぎさんヘアしてんの。そう、なんかヘアメイクさんとお話ししてて、でなんかりのちゃんがうさぎさんヘアしてるよって言ってて、はんちゃんもやりたかったでしょって言われて、あ、やりたかったですって言ったら、りのさんが私もこれでうさぎさんヘア多分限界だからみたいな、そうだからはんちゃんをやるときは一人でやってねって言われてそう、久々にはんちゃんのショールーム来れました、ありがとうございます。ゆずまちくんが隣の席にいてびっくりしてね、なんか隣の席にいてえっと思って、キスゾーンの時に花道行くから、4日の目撃者行くよってハンちゃんの目撃者見れるの私もありがとうございます。ちょっとね、ちょっと完璧にしないとドキドキするから。窓開けた方がいいだよね、なんか換気みたいな、換気しようみたいな。でもなんかね、バイクはそんな通らないから、まあ飽きても問題はないです。まあいろんな福岡でもいろんなところでバイクは通ります。自分も20年人見知り、ね、20年って、でもさ、人見知りそんな治らない。でも、なんか先輩とかにはガチャガチャ渡してからはまあまあ、人見知りは。なかなか声ないのままになって、ありがとうございます。やばい。なんか放送は夕方ぐらいに、
来るかも。でもね、朝来る時もある。はんちゃんの人見知りが治るまで自分講演か。ありがとうございます。ちょっと早く人見知り直さないと。ありがとうございます。じゃあ目撃者も楽しみにしててください。風強っ。はんちゃん2日が仕事なくなったから目撃者行くの。おなくなったの。ありがとうございます。楽しみにしてます。ちょっとドキドキ。あと5日。うん、7月のオンライン撮ってありがとうございます。マーボーミューさんありがとうございます。話すの楽しみです。ありがとう。昨日の配信で気づいてくれたって言ってくれただけでも嬉しいよ。ありがとうございます。なんかあの、なんだっけ、私がなんかゆいなにおパンチウサギのそのあれ携帯のやつもらったって言ってたじゃないですか。あれのあの裏になんかお楽しみのものがあるよって言われて、開けたらすごいもののキーホルダーが入ってて、うわこれはつけなきゃと思って、すごい面白かったキーホルダーがあるね。これ言っていいか分かんないけどめっちゃ面白くて、そう、中学校生活どうですか。めっちゃ楽しいです。なんか授業もなんか先生が面白い人ばっかりで、私の友達でなんかあの先生推しっていう人がいて、そう面白いです。昨日見送り笑顔で手振ってくれたから嬉しかった。ありがとうございます。ちょっと話せるように頑張ります。お見送りでエミリーさんに少し睨まれたなんかあの何だったっけ、二人乗りの自転車の時に、GoTo どこへで、もう、ヘイブ、君とおならの時に、こう、君とおならの時に、カレンレンとエミリーさんがいるんですよ。で、あの、カレンレンに指さしたら、エミリーさんがチュクって来て、そう、目合ってめっちゃ面白かった。お、風が。今日の競馬はんちゃん、そう、なんかパパも競馬言ってた。なんやっけな、なんかねパパ言ってた。俺もはんちゃんにガチャガチャ渡して仲良くなる面白い。あ、やばい、なんかさすぐ押しちゃうかな。台風近づいてるらしい。マジか。じゃあ2日大丈夫かな。大丈夫か、さすがに。でもなんかさいつもより風強い。なんかこの前の金曜日の時も風強くて、窓側だからすごい涼しくて、あれ、え、パパ明日やんの、今日やんのってさ、何日本だ、パパやんのうん、僕の楽しみよろしくね。よろしくお願いします。4月のオンライン初めて撮るから、はんちゃんと何話そうか考えて楽しみ。ありがとうございます。すごいチャーハン部って書いてる。ありがとうございます。パパになんかこれもらった、なんかこっち向き、こっちか、
なんかリボン、パパも今日は日本ダービーやるらしいです。そう、なんかこの前パパと車で帰ってた時に、あのちょっとハンナ好きなあの馬選んでって言って選びました。それが日本ダービーのことだった。このね、なんか90って書いてある、これをもらったリボン、ここにねなんかつけれるみたいな。さんちゃん昨日のパズドラ楽しかったよ。ドラえもんのガチャガチャリングつけていて見ました。ありがとうございます。なんかさ、みんないっぱいガチャガチャリングつけてくれてて嬉しかった。ありがとうございます。昨日 MC、 そうなんかアイチーさんがちょっと教えてくれたおかげでできました。じゃあお見送りで俺がぴょんぴょんしよう。7月5日のオンライン追加しようか、誕生日だからたくさん話したい時ある。そうなん、誕生日で、じゃあたくさん話そう。じゃあ追加してください。たくさん話しましょう。お祝いしないと。それはね、そう、日本ダービーのなんか、うんね、なんかユイナからスタンプ来たんだけど、そう、ユイナのスタンプは全部おもろいで、昨日は盛大なハンちゃんコール嬉しかった、嬉しかった、ありがとうございます。そう、なんかザーちゃんがね前髪作ってて可愛かった。台風で学校休みになるかも。あー学校、あー確かに。でもなんか中学校になったら自転車の人もいるかもしれないから危ないよね、それだったら。昨日スタバでギターの弾き当たりにしていた。そう、なんかあのスタバをリナさんと飲んだんですよ。それであのテラスで飲んだんですけど、その人が多くて座れなかったからテラスにしようって話になって、テラスやったらなんかあのギターを弾きながら歌ってる方がいて、なんか日本語か英語かっていうのをちょっと話してて、そう、なんかめっちゃあのなんていうの、 BGM みたいなのになって、でその隣でバーベキューする人みたいな、めっちゃねすごい空気が、あのしかも帰るタイミング一緒だったので、そうそう、だからそれのギター聴きながらたくさんお話ししました。昨日は競馬の晴天だからパパテンション上がってんじゃない。パパはなんか朝からいっぱい動いてます。日本ダービーのやつ、あパパ日本ダービーのやつ何にしたっけ。ハンナ、ちょっと喋んないですねパパが。班長、お見送りの隣誰が多い。でもココッペと一緒の時はほとんどココッペなんですけど、でもなんかまあ私はなんかユイナが私にあのめっちゃ近づいてくるので、あのやっぱユイナと一緒の時はやっぱユイナと隣が多いですね。やっぱあのユイナが私のこと好きすぎるので、はい、ちょっと232日おめでとう、ありがとうございます。ココッペかユイナかリンリンリンかが多いですね。昨日白いシャツの時ペンライト電撃でしまった
いや切れてもね見えてありがとうございます。1月オンライン追加しまありがとうございます。嬉しい、たくさんお話ししましょう。6月2日頃は沖縄だ。そうなんだ。沖縄りなちゃんと話すときも緊張、そうなんかりなさんと話すときはなんかもう全然緊張しないですね。普通に話せちゃう、なんかもう普通のお姉ちゃんみたいな、お姉ちゃんと話してるみたいな感じ。他の目撃者の見送りはさあやちゃんとかな、どうだろう、楽しみです。日本ダービーはパパさん何買うかな。2、5、12、14。あーでもねなんか5番が人気らしいですよ。これはファントムシーフが本命、はなちゃんと手つないで、そうなんかずっと手をつなぎたくて、でなんかあのパジャドラの裏でもなんかはなさんが寒いって言ってて、でなんかはなさんのなんか握手会みたいななって、ロッキー4人ぐらい並んでて、写真撮影の時に裏であのなんかツイッター用に載せる写真を撮ってて、でピースってやったんですよ。それでそしたらはなさんが来て、あのいらっしゃって、あの手触らしてってみんなに言って、ハンちゃんが一番あったかいって言ってめっちゃ握りしめながらあの初日を迎えました。あのパジドラの曲のずっと花さん寒いって言ってさパパさんソウルオリエンスを、あパパさん聞いてます。でもあの多分声は出さないと思います、まだはい髪染めてからの花さん、そう私も髪染めてからの花さんは2回目かな、前にパジャドラで会って髪染めだから2回目です。昨日はイベント行ってきました。あ見た、なんかさマリアさんも可愛かったし、ななかちゃんも可愛かったし、いぶきさんもザーちゃんも可愛かった。昨日クリナさんと会った、なんかリナさんが言ってたの、なんかファンの方と会ってみたいな、セランニングマンだったのかな、そうなんかそれを話してて、ちょっとつらおろ、そうなんか最初ツイッター見た時カレンダーに髪切ったと思ったら、うなぎは久しぶりに行ってみて、うなぎで、うなぎ有名、あうなぎ有名ってこの前ショールームで言ってたの、でもなんかうなぎが私食べれないので、ちょっと食べれないけどなんか食べれる美味しいものを食べたい。そうだよ、あそうなんだ、みゆくり名前を読みます、ありがとうございます。辛麺食べたでしょ、食べました、なんかね、でなんか飲み物を頼んでるんですよ、で私炭酸が飲めなくてどれもソーダだった、ソーダだったんですよ。でソーダって唯一書いてないのがなんか トルピカルジュースみたいなで飲んだんですけど、なんかあのそれもなんとシュワシュワで飲めなくて、でも飲めました。
今日は今日は目撃者昼公園入ってくる、いってらっしゃい、楽しんでください。そう、なんかうなぎは、うん、好き嫌いあるかもね。そしてスタバに行ってきました。プリクラも撮りました。なんかあの、なんか私もプリクラはあんま撮らなくて、なんか友達と遊びに行ったり、でもこの前プリクラ撮ったのはココッペと撮ったぐらいで、撮ってなかったんですけど、でなんか新しいのが分かんなくて、でとりあえずニューって書いてるやつ行こうみたいな話になって、行ったら全部故障中で、そうなので並んで行きました。昨日は帰りに、南蛮胸塩弁当とレモンジュース一緒、あ、見た、美味しそう。ポップカラギやっぱ美味しいよね。そういえば身長伸びた、身長なんか伸びた、でもね最近伸びてないかも、でもなんか1ミリずつかなみたいな。今日公園行ったらトイプードルの名前ハンナちゃん、やっぱ犬の名前でハンナちゃんいっぱいいるよね。4時頃天神で会ったね。そう、リナさんがねファンの方と会ってみたいな言ってて、それをスタバで話してた。あ、スタバだっけ、なんか中華屋さんのとこでお話した。私もびっくりして、ってまさか、僕は結構好きなんだけど、骨、私も骨がなければ食べれるかも。なんかうなぎ自体骨が怖くてまだ食べてなくて、ご飯を、お昼ご飯はあの事務所のお弁当を食べたので、なんか夜ご飯みたいな感じか。でスタバは食後みたいな。鶴完成、よいしょ、よいしょ。完成。ウクレレ。ごめん。今度ユイちゃんと一緒にプリクラ撮りましょう。でもなんかユイなんか今度遊ぼうみたいな。天井いる、そう、なんか天神、うん、めっちゃ映えます。うなぎのお寿司ならいける。あー、でもね、なんかうなぎのお寿司って骨あるんかな。リンリンのリハラーも良かった、 MC のメイクポーチのこともそう、メイクの隣はやっぱリンリン認可でした。黒い星のスタバで1700円のコーヒー、あれ、やば。最近ね、最近はねねさんと会ってないです。ここ店もあんま被らないので、あのなんかバックダンサーとか前座とかないので、そう、あんまねねさんと会ってないです。あのパジャドラも被ってなくて、鶴折れない、私も折れなかったんですけど、小6の時に先生と1対1で教えてもらって折れるようになりました。骨刺さっても喉の奥に棒突っ込んで抜くだけだから、怖っ。ミミリ、そう、もうくっつかなくなっちゃった。最近髪にならない、そう、最近もう上達したよ、もう100個以上折ってるから。お見送りのこと、キザ48メールに返事したから見てきます。見ておきます。ありがとうございます。ガチャガチャ声変えないよ。確かに。昨日ゆっくりのショールームで配信、あ、なんかこの前、なんかカラオケではないけど、なんかアカペラでちょっと歌ってるのはちょっと見ました。
クロちゃんとビーバーさんと猫大好きフリスキーさん、なんけこれランプありがとうございます。サトシさん花ありがとうございます。クワッチさんバラありがとうございます。マオボーミュンさんかわいいたくさんありがとうございます。クワッチョさんランプたくさんありがとうございます。ヒロタンさんたくさんハートありがとうございます。クワッチョさん黒のダルマありがとうございます。ヤスさんペンギンのアラジありがとうございます。ではそろそろいい時間なのでランキングを読みます。では13位から読みます。13位大根ありがとうございます。12位ヤスマッチョありがとうございます。11位ブルーベリーさんありがとうございます。ブルーベリーさん、ありがとうございます。10位みんなミックさんありがとうございます。9位ガンヘッドさんありがとうございます。8位猫大好きフリスキーさんありがとうございます。7位クロちゃんありがとうございます。6位中山にあたさんありがとうございます。5位ジェイソンさんありがとうございます。4位ヤスさんありがとうございます。3位ヒロタンさんありがとうございます。2位クワッチさんありがとうございます。そして1位はハンチャカチャン道草さんです。ありがとうございます。読んでない方いないね。12位ヤスヤスマッチョも読んだ。 OK。 目撃者のアンダーデビューをハンちゃんとたくさん安心でき、そうちょっと安心できるように、はい、今日は練習行ってきます。ちょっと縮小しましょう。縮小なんかこんなこんな持って日本ダービーイエーイみたいな。どんな光景はい、では終わります。明日は夕方かもです。では終わります。今日も来てくれてありがとうございました。5、4、3、2、1、バイバーイ。バイバイ。